はい、こんにちは、スプラトゥーンのみなちゃんとレガちゃんです。ということは今日は応募者全員プレゼント企画、応募者全員だけど女性のみ、女性のみ、梅ちゃん、女の子大好きだから。違う。なんで。いや、まあ、説明して。バレンタインだから。バレンタインだから。本当はなんか、バレンタインって女性から男性じゃないのって感じでしょ、うん、日本はね、うん、海外は結構男性から女性っていうのが普通だから、うん、だからちょっといいとこ取りで、うん、梅ちゃんから女性のリスナーさん皆さんに全員応募者プレゼントで、今から書くやつの複製画みたいなポストカードか、ちょっと A4 サイズか分かんないけど、それをちょっとプレゼントしていきたいと思います。はい、OK? OK。 多分3種類ぐらい書いてランダムにちょっと送っていきたいと思います。 OK? OK。 応募の方法はチャンネル登録してる人、 Twitter のフォロー、リツイート、この動画にコメント。 OK、うん、でこの動画にコメントをしてる人で初めての人とかは Twitter に DM で住所ください。全員応募者プレゼントだから、もう住所送っちゃってください。 OK?まあ、見た目は男性、生まれも男性だけど心女性って人も、梅ちゃんから欲しい人も全然 OK なんで、うん、OK? いいね。で、男の人でも別に欲しければ言い張ればいい、女性ですって言い張って、そこまで俺チェックしないから。ね、でもバレた時は OK ってことで、インジュザビデオだから、ベロちゃんにこれあげる、原画のやつはベロちゃんにあげる。イエーイ。とりあえず1枚目ね、書いていきたいと思います。で、応募の方法は一応概要欄に書いとくんで、概要欄見てください。青がさ、結構人気だった。青そう、一個はじゃあ青でいこうか。いい感じ。なんかそんな青空っぽい感じ。エモいって使うと可愛いイメージがあるから使ってるだけ。知らないの。本当の意味は分かんない。めっちゃ綺麗だよ。いや、だからベロちゃんにプレゼントするように、うん、本気で書いてるの。ほう。うん。美味しい。めっちゃ可愛いじゃん。いい感じ。やっぱりなんか青が見やすい。青。オッケー。とりあえずこんな感じね。はい。で、1枚目です。どうですか、皆さん。めっちゃいい感じ。うん。日本はさ、女性が男性にチョコレートがあげるんじゃない？うん。嫁っていっぱいチョコレートもらったことある？ない。え？ないんだ。よかったらないよね。ないんですよ、それが。へぇ。本当に。最後にもらったのがいつだろう。多分、8歳かな。7歳かな。なんかすごいね、めっちゃね、大きいチョコもらったの。で、うん、嬉しすぎて、うん、10年間食べなかった。なんで？いや、嬉しいから。だからなんか本当にね、うん、
お人形のなんか、かめっちゃかめっちゃ可愛いね。あそれ食べないよね。10年後に食べたの？食べたの？うん。それおかしいよ。ダメなの？ダメでしょ。だってさ、なんでさ、10年我慢してて。うん？なんか多分、うん、そのもらった時の喜びを忘れちゃったんじゃない？あ、チョコだ。食いて。赤じゃなくてよかったね。うん、そうだね。これ選べる？他の選べてなかったから。いいよね。いらない？いいよね。いや、欲しいでしょ。選べ欲しいでしょ。だからテアモ、テアモ、テアモ。あ、テアモの方がいい。2021 2月14日、うん、はい、めっちゃ濃いじゃん。うわー、これどっちが欲しいんだろうね。こっち英語 I love you、 こっちスペイン語テアモ。こっちも可愛いけどね、こっちも。ルルちゃん、ルルちゃんに、うん、プレゼントありがとう。ということで女性限定、おー、梅ちゃんから応募者全員プレゼントで、多分この原画のやつじゃなくて、これをあのポストカードにしたやつをプレゼントしていきたいと思います。OK？ 詳しくは概要欄に書いてあります。多分みんなこっちだろうね。多分。まあどっちが好きかで、ランダムに送るんで。うん。どっちも可愛い。でも明らかにこっちってなったら、うん、もうこっちでよくない？そうだね。ああ、わざわざこっちじゃない。まあちょっとそれはコメント見ながら検討したいと思います。うん、ということで楽しいと思ったらチャンネル登録と。高評価とコメントもよろしくお願いします。アディオス。アミゴース。